皆さんこんにちは、吉丸でございます。2019年10月の31日木曜日です。公式ツイッターの方からお知らせ上がっておりまして、11月6日水曜日1時から8時にかけて、メンテナンスを実施いたしますということです。バージョンアップという感じですね。そしてバージョンアップの内容が公式動画出ておりますので、皆さん、公式動画の方をチェックしてください。そして、気になったところだけね、キャプチャー撮らせていただいてで、紹介してみようと思います。まずこちらご覧ください。星のドラゴンクエスト公式動画より、キャプチャー撮らせていただいたものになります。まずシーズン3ですね。はい、これに関しては、まあ、ストーリーを進めていかないと3までいかないので、頑張って、ストーリーを進めていきましょうということで、忘れている人はね、まとめ動画が出ておりますので、公式動画の方で、ストーリーをちょっとチェックするという形になるかなと思います。そして次、これが一番でかいですね。今まで奇跡アクセサリーいっぱいあったわけですけど、それが教えという概念に変更されて、別枠になるということでございます。そしてこの教えになったことによって何がじゃあ変わるかというと、次、はい、装備の部分見てください。上ですね、ロトの印、ルビツの守り、そしてバトルマスターの教えと、これ今までアクセ枠だったわけですよ。それがアクセ2個とプラスアルファ教えという別の形で、職業の軌跡が今まであったものが使えるということなので、まあ実質パワーアップですよね。これは非常に良い変更点だと思います。まあ何しろまずはアクセサリー枠の圧迫がないということが、まあ紙アップデートということで、まあ普通はね、それはもう標準的にやってほしかったなって、まあ遅かったかなって気はするんですけど、それでもまあやってくれたんで、良い変更だと思います。そしてもう一枠別で、まあ、奇跡今までのね、教えになりますけれどもつけられるということで、まあこれも非常に、もう一つね、耐性装備とか、いろいろなダメージ軽減とか、詰めるようになるんで、これは非常にありがたい変更だと思います。まあ一番多分変わるのここかなと思いますね。はい、そして次、今までの奇跡とかの売却になるんだと思うんですけれども、スキル強化に使用した以下の強化素材が返却されますということで、スキル、まあ入れている人いますよね、スキル玉、それがどうやら戻ってくるそうです、売ると。なのでこの辺もね、嬉しいような変更ですね。まあ無駄にはならないよというようなね、運営さんのまあ配慮というかね、っていう感じですかね。で次、そして4周年の時にね、モンスター選びましたね、総選挙で。それがモンスターメダル各100枚で交換できるぞ、一気に3体来るってことですかね。まあ85でしたっけ、どうだったっけ、パスポートだともう少し安く買えますけど、いやでもこれ全部ね、交換っていうのは結構難しいかなって思いますので、まあまた復刻とか来た時にね、徐々に交換していけばいいのかなという気はしますけれども、僕2体までだったら交換できるかな、ギリギリ。3体はちょっと無理ですね。はい、そして次、修練のリセット、これも、ずっと待っていた方多いと思いますが、やっと入るということです。で詳しい仕様に関しては動画を見た方が早いと思いますので、ぜひ動画の方をチェックしてみてください。ということで、あとはね、なんかツイッターの方見ると、装備の方を、装備というかガチャじゃないやつね、というのもなんかプレゼントありますよというのもありましたけれども、まあ、とにかく、バージョンアップ楽しみにしたいと思います。一番はね、奇跡が変わるということで、教えという概念に変わると。そして今後ね、また新しい、まあ、レオダーマーイベントで超給食専用の教えとかもね、すごく楽しみかなと思います。まあ、特にね、マジックウォールあたりのダブルが発生とかって、なんかあれだよね、対応してないのあったよね、確かね。なのでそういうのが対応されるようになったりとか、そうですね、まあとにかくさらに超給食が、使いやすくなったりとか、パワーアップするような教えっていうのは、まあいつかは来ると思いますので、それもまた楽しみかなというふうに思います。ではですね、ちょっと今回は、ザザッとまとめただけになりますが、基本的にもガチャっていうのは今勇者ガチャで、まあ神ガチャ来てますから、まあそこでいいんじゃないですかね。でまあ
11月ゆったりと遊んで、12月入った頃にまあいよいよと年末年始のまあぶっ壊れ情報っていうのはまた後半だと思うんですけれども、まあさらにまたお祭りがやってくるということで、非常に、コンスタントに動きがあると思いますので、その辺楽しんで星ドラ、まあ遊んでいけたらなというふうに思います。では今回この辺で終わりたいと思います。吉丸でした。さようなら。